綿子を折ります。まずこちらの紙を3分の1に折ります。一方が色、一方が白になるように折ります。こちらを、こちらを三角に折ります。反対側も三角に折ります。裏返してこちらを、こちらの折り目のところで折ります。反対側も折ります。こちらの上側を、真ん中に合わせて折ります。反対側も折ります。一度戻して内側に折ります。反対側も折ります。こちらで、一つ目の完成です。同じものをもう一つ作ります。こちらを重ね合わせます。こちらの方をこちらの内側に入れます。こちらをこちらの内側に入れます。こちらで完成です。